じゃあ買おだからねテレビ放送できるところでしょデジタルでねできますめっちゃいいじゃないですか孫さんもテレビ局買収で一回痛い目合ってますからね誰が納得すればそういうことが可能になるんですか首相がやる気になればできない、ね、<laughs> そうそうそう,そうだから菅さん降ろされるんだからでもこれプラチナバンド渡さないと楽天モバイル終わりますよね,ね だから電波ってすげー闇なんですよ。えー、だから要は一番綺麗な収まり方っていうのは元々の今使ってないノッティービーとかがやってたあそこでテレビ放送をやってですよね。でアナログ放、俺じゃあ買おうかなこ,この。いやだからねこれはねもうホリエモンぐらいの大富豪が入ってこないと動かない話なんですよ。いやだから要はノッティービーのところを使えばテレビ放送できる。 デジタルでねできますめっちゃいいじゃないですかだから昔のあのテレビ放送と同じアンテナで受かるわけですよへえそうなんですねでそれも僕も何度も提案したんだけどまあこれ言っちゃ悪いけど孫正義さんに提案したことあるんだよあそこもう開いちゃってるからねテレビやったらどうですか孫さんもその気になったんだけどまあさすがにでもね孫さんもテレビ局買収で一回痛い目合ってますからね昔テレビ朝日買収しようとしてそう で、ね、ルパート・マードックと組んでね、うん、やろうとしてにンンにややらられれてね、ね、はい。大変でししたたよもまその辺の歴史も踏まえまして詳しくこの後ほど聞いていきたいと思うんですが <laughs>、はい、これ番組がピックアップしたニュースをいくつかまとめてみました。 まあまあでもこれあれですよ今のプラチナバンドの再割り当てと電波オークションの話がまさにそこのど真ん中でこのプラチナバンド再割り当ていきましょうねこれ総務省で携帯電話用のプラチナバンドの再割り当てが今議論されています。 まあそこで新規割当てを希望する楽天モバイルは費用負担はしないと主張してるんですね。うん、でドコモなど既存3社はそれに反発しているということなんですが、まあ、それに対して堀江さんはコメントで「ずうしいな」というコメントも残していて <laughs> しょ <laughs> <laughs> というところなんですがこのまあだからまたややこしいことを考えてんだけどその池田さんの話で言えば。<laughs> はい iPhone とかに入ってる通信用のチップって 600MHz ぐらいから対応してるんですよね、うん、600MHz 帯のバンドと 700MHz 帯のバンド<う>この部分が地デジに割り当てられてるんですけど、うん、地デジっていうのはいくらテレビ局が多い地域でも10局ないんですよね、うん、まあつまり10チャンネル未満でいいわけですよ、うん、でもテレビ局って13チャンネルか六62チャンネルぐらいまでありますよねあ地デジ地デジのバンドってね。うん、だかからそこにになんか虫食い的に 電波がなぜか割り当てられてて、うん。 あれも謎議論ですよね40チャンネルのうち8チャンネルぐらいしか使ってないだから30チャンネル以上空いてるんです空いてるの、うん、そこは全部整理したらそこ全部携帯に使えんじゃんって話ああだからこれ,これが分かりやすいそすこれはそのホワイトスペースっていうふうに言うんですけど、はい、今の割り当てで各地にバラバラにこう電波を赤いとこね割り当ててるんで一つのまとまった地域として端末が使えないんですよあの技術的ににやろうと思うとと思周波数 あの変更すればできるんだけどそのテレビ局が嫌がるからこう全部区画整理しちゃってテレビの電波を例えば13から19チャンネルにまとめて20チャンネルから上は全部携帯に割り当てればそこに2 0 0ヘルツってだから今の携帯業者の3社分ぐらいね空くわけっていうかもう空いてるわけ 今、携帯会社の三者分ってうと相当な <laughs> 今のあの三者が持ってる待機とほぼ同じぐらいこの二百メガヘルツってあるわけですよ。それ誰が納得すればそういうこういうことが可能になるんですか最初？それはねやっぱり納得がいやい変えなきゃいけないよ、ね。納得がどう首相がやる気になればできる <laughs>。そうそうそう。菅さんはそう,う気になってた。そう、首相がやる気になればやれますよ。うん だから菅さん降ろさされんんだから菅 <laughs>、ね、は総務省出身だから知ってるはずなんで知ってるのよこ,のこういうの知ってるわける彼は。僕のこの図も知ってるの見たんですよ、うん、彼は。えー だから菅さんは知ってるから、もう絶対菅卸ししなきゃいけないわけです。<laughs> で、よくわかんないけどね、別にこれによってテレビ局が損することなんか何一つないんですけど、ね。そうしないよ。だって、これからね、またテレビ局のチャンネルが十チャンネル増えるとか、二十チャンネル増えるとかだったら、別ですけど。絶対増えないじゃん。絶対増えない。ね、まあ、この空いてるところにテレビ局が来るってことはもうないわけですよ。うん、じゃ、あ別に携帯しかこない,いじゃん。だから、僕はなんか、じゃ、あもうテレビ局に金あげればいいんじゃないですか。そう,そうそう。立ち退きるよ。立ち退ける、あげればいいんですよ。そう。うん。 立ちきオークションでじゃあ1兆円で楽天モバイルが落札したらじゃあもうそれ半分を上げるからみたいな立ち退き料でそういう話もね規制改革推進会議でね僕はこの話した時にね立ち退き料をね新たな業者が払えばいいんじゃないですかって話してね具体的にどれぐらいかかるかねコスト計算やってみたんですよ。そしたらね 何かだってこれ全然ね物理的にはアナログだとねその基地局の周波数変えるのは大変だけどデジタルだとね親局でスイッチか切り替えたらね周波数変わるんですよ。 一番むしろ大変なのはお客さんののあの視聴者のテレビの周波数を変えなきゃいけないわけねただそれも今の普通の地デジのリモコンだったら自動でできるわけですだからそれをやらせるっていう作業の周知作業に対する PR コストですよそれが数十億円ぐらいかかるそれで数十億ですあ PR してちょっと携帯電話のために周波数を空けるんでリモコンで一回操作してくださいっていうことを言うだけ うん、でそれはもうできないお年寄りとかのところには訪問して業者が何かやるとでそれの費用は国が負担しますと <laughs>、うん、でやれば何十億でできるわけですよでやればいいんだよそれはでこれはオークションで売ったら2兆円ぐらい、ね、売り上げ上がるわけですよ <laughs> で国庫に入ってくるじゃないそ,、ね、それはまあそれをまあ菅さんはそういう動きをしてたんで、まあ、テレビからは叩かれたって話はありましたけどでも叩く理由ないからねだからまあ人何かを恐れていたんだと思うんですけどもう岸田さんにはやる 石田さん、ま、は残念ながら多分これはでもすごいことですよだからね僕は三木谷さんがねあ三木谷さんもこの話知ってるからね、はい、だからこっちの方にその空いてるホワイトスペースをよこせっていうふうに総務省に言ったら総務省としてもね反論できないと思うんですよ。うん だって、ね、無駄に使ってるわけですもんねそ<う>これ合理的に考えてこんないらないでしょ、ね、明らかにいらないじゃん、うん、だこれ全部だからオークション一緒なんですよねうん、うん、でもこれプラチババンド渡さないと楽天モバイル終わりますよね,ねこれでも三木谷さんはロビー活動だったり裏でちゃんとこういったアプローチはしてるんでしょうかねやってると思うんだけどあのまあもう言ってもいいと思うけど去年ね我々がこの電波の問題でシンポジウムやった時ね、はい、三木谷さんのとこに話持ってったんですよ。はい で本人は途中までちょっと乗り気のとこあったんだけど、うん、それが途中でやっぱりそのあと出てったらさっきの,あの「で俺に少しよこせ」みたいなね、うん、のものすごい筋の悪い話の方に誘導されちゃったらしい役所にね。何があったんでしょうかねそこで。うん 何が無理だと思いますよだっていやそれはね役所としてはオークションやりたくないから。電波オークション自体をまずとにかく役所としてオークションをやるということは自分たちは今までその業者をね電波の割り当てっていうのでがっちり抑え込んで天下りとかなんとかもやり放題だったのねちょっと前に問題になったのは「どこをもう」とか NTT って接待問題とかあったでしょあんな大した話じゃないけど要するにああいうふうに電波の世界っていうのはもうどっぷりその 官民癒着で天下りやりや放題になってるわけよねそういうところに一時期孫さんが入ってきて孫さんはねそういう,こう既得権をこうぶち壊そうっていうことで入ってきたんだけど途中から彼も結局既存の業者を買収してどんどん電波を増やしてったから。 あの、もう言わなくなったのね。もうだから十分持ってるから。それ、ねうん、持ってるからもも。持つ側になったからね。はい、そう。持ってない時は、あのオークションやれって言ってたのよ。ずっと言ってました。そうでしたよね。本当にこれをや,やりたくないのは、役所側ってことです。その会社が。今の。まあ、まずまず役所がやりたくない。まあ役所がやりたくないのは、もちろん,なんけどでそうで、三木谷さんもやりたくないわけ。でもね、もう楽天モバイルはめちゃくちゃ大変なことしてるわけですよ。うん、だって、俺は。 ちょっとこれはさすがにだってね孫さんだってソフトバンクが日本に参入した時一から基地局建てたわけじゃないからね、うん、ボーダフォン買収してたから、ね、そうそうでなんならもっと前東京デジタルフォンでしたからね j フォンがボーダーフォンになってでそれを買収したわけだから最初から基地局は、うん、まあ そんなねドコモとかに比べると少ないけど、うん、でもまあ,まあ立ってたしネットワークもちゃんと整備されてた状態で買収してからですからねでも三木谷さんは、うん、要は俺たちのそのバーチャル基地局技術はどうのこうのとか言ってんだけど。<laughs> <に> <laughs> バーチャル基地局とかあんま関係なくていだから、ね、そこに錯覚があってね技,技術が進歩したら、うん、その電波のハンディキャップはなんとかなるってみんな思うんですよ電波の世界に入ってきた人は。うん、電波っていうのはねもう周波数特性っていうのは技術がいくら進歩しても変わらないの例えば 5G の電波っていうのは大体1 0 0ルぐらいしか飛ばないわけですよ。うん これは技術がいくら進歩しても 100m が1 1 0メートルぐらいになるかもしれないけどこれは技術でカバーできない問題なんですよ。そそれはもう電波の割り当てがそういう風になっっちゃってるからところがね大抵の人はねそこはまあなんとかね技術が進歩ほらなんか無我の法則とかね半導体がこんな進歩してんだからなんとかなるだろうと思っちゃう。それがね その最大の錯覚、ねうん、だったでだどこからどこまで行っても、うん、モバイルブロードバンドは結局プラチナバンド以外ないよねって言い,、うん、い,い帯域を取るしかない。そうそこしかないんですよ。うん、だからそこを取るしかないんですよ。うん、だから600から900メガネルツぐらいのところがいやなんでプラチナバンドって言われるか、うん、そう,そ,う,そ,うそ,それがすごいいいからですよね。うん、でもそこさえ取れれば、うん、まあまあいやそこを取らないと。 スタートラインに立てないうって言った方がかね、うんうん、正しいかもしれない。あのミキタ社が最初取ったのは1.7ギガヘルツっていうね、はい、まあかなり上の方だったわけですよ。はい、そうするとまあ200メートルぐらいしか飛ばないから、はい、もう基地局をめっちゃくてゃ建て,てないといけないわけね。一つの基地局のコストはさっきのバーチャルなんとかで多少楽になるかもしれないけど、もう全国に何万局もこの基地局を立てなきゃいけないわけですよ。 そのコストでもうみんな参っちゃうわけねまあコストもそうだし金かかるでしょ、うん、それ以前に交渉しなきゃいけないわけですよ、うん、<laughs> アンテナ立てさせてくれあれ不動産業だからねそ<う>だから騙されちゃったりするわけほらなんかいっぱいあったでしょ建設業界がなんか裏金もらってたとか <laughs>、うん、あのキックバックされてたとかで。うん 刑事告訴したりとかも、うん、なんかねそれは一社じゃなくて複数社やってるじゃないですかそうなっちゃいますよそれはだってねブローカーがね怪しげなブローカーがどんどん寄ってきて「<う>このエリアはうちに任してください」って地局とかっつってねそんなんね <laughs> 本当に一つ一つの不動産オーナー回って立てさせてくれって本当ともうなんか昔の地上げ屋みたいなもんっすよね本当ね。うん だから、ね、その孫さんもね最初は上の方でね似、はい、以外より上の方で取ったから同じように基地局がねものすごく必要でダメだったわけで,、ねうん、で下の方のね UHF 隊のねブラチュランバンドに近いところが欲しいというふうにずーっと言ってたんだけど、はい、それをテレビ局とかねああのこれ NHK のねあの書いたスライドですか、はい、NHK が総務省に出した資料,、はい、た資料で。 でこれはも NHK も規制改革推進会議で「空い,いてますと」と「どれぐらいね引っ越しには金かかるの?」って言ったら、ね、こう何十億でできるということはもうみんな認めてるわけよだからもうこれだから本当は政治的リーダーシップでその周波数オークションやって楽天が買えばいいんですよ。ね ただまあ、はい、それを言ってもやっぱり基地局は立てなきゃいけないんでまあ、ね、大変ですよね、うん、いやだからすごいすごいゲームをしてますよそれでもね上の方のねあの2ギガとか3ギガとかねあんなとこに立てるよりはプラチナバンドは全然基地局少なくするわけですよそれこそ堀江さんぐらいがねこうでそうでそ出ていけばね、うん、この話はもしかすると動くかもしれないね、えー、ど,どうですか <laughs>